皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、特に3銘柄中心に見ていきたいんですが、まず、今日の試合ということで、日経平均は、プラス547ということで、2% の反発したんですが、ニューヨークダウがですね、ここで揉み合ってます。3万3000、3万4000のラインで、揉み合ってると。3万4000ですね。下髭を結構つけてる状態なんですが、で、問題はというか弱いのは、マザーズが、一応プラス2ではあるんですが、チャート的に見ても、まだまだこう弱いというところと、昨日ね、あれだけ大きく下げて、プラス2ぐらい反発したところであんまり意味ないっていうぐらいの、反発なんですが、試合としてはまだまだ、マザーズというかね、を中心に弱いかなという感じがします。で、銘柄なんですが、まず一つ目にですね、ベーステクノロジーが、上場廃止となってですね、今回の株価が、マイナス8ということで、30% 弱下げてるんですが、まだ21円あるということで、まだちょっと入りづらいかなというかね、お祭りマネーゲームになるには、中途半端な高さなんじゃないかなと思います。で、BTS を見るとですね、21のままなんですが、グレイステクノロジーに関しては、ちょっと、昨日とかのね、材料にはなりますが、IR を今ちょっとチェックしていきたいと思います。ニュース見ていくとですね、東証一部グレイステクノロジーが上場廃止へ、売上高の半分が架空など、元幹部の不正が発覚し、株価急落ということで、マニュアル制作などを手掛けるグレイステクノロジーが、期限の1月27日に、四半期報告書が提出できず上場廃止となる見込みとなったことを発表したということで、売上高の半分が架空だった疑いなど不正が発覚し、株価が急落していたということで、1月14日に公表した特別調査委員会の調査過程によると、元代表取締役や元、取締役が関与する重大な不正が発覚ということで、架空売上の売上や売上の前倒し、架空外注費の計上など、いろいろ偽装があったと、いうことで、会社のですね、IR とか見ても、ここにあるように、リース案件にも不正取引とかね、いろいろ、不正な部分がね、見つかったというか、あったんですが、今日はですね、3つ紹介したいのがあってですね、グレイステクノロジーに関しては、もうなくなる会社なので、そんなに掘り下げてもなということで、これからちょっと上場廃止最後の株価まで、チェックはしていきますが、よほどのね、ニュースが出ない限りは、内容としては、こんな感じで、ただ、こういったね、元代表取締役とかね、取締役っていうのを名前出してないですけど、もっとね、名前とか顔出して、今後東証一部とか、上場企業に、関われないようなね、形にしてほしいなと思います。で、この株を買ってる人とかがいればですね、詐欺じゃないですけどね、大きく騙されたと思ってる人も多いと思いますし、これで、簡単にね、仕事コロコロ変えれたり、また上場できるみたいな、形にはなってほしくないなと思うので、この人たちがね、損した人たちの分返せるような金額でもないし、今後ね、こういったこと、今までもありましたけどね、こういう、不正とかね、架空とかありましたけど、今後もこういったことが出ないように、見せしめというかね、あえて厳しく罰した方がいいんじゃないかなと。会社が上場廃止するだけだと、結局迷惑を受けてるのって、そういう関係ない人が、とばっちり食らっていることが多くてですね、やっぱりこう不正なことをしてた人たちが、
まあそれなりに厳しく罰せられないと意味ないんじゃないかなと思うんで、まあこの金額相応のですね、まあ時間と罰を、与えないと、まあ結局繰り返すし、まあダメだから会社潰すってことやってても意味ないかなっていう感じで、まあ、自分としてはね、今後のためにも厳しくしてほしいなと思います。で2銘柄目がですねアジア開発キャピタルなんですが、まあ出来高まあ1300ということと、まあ、PTS 見ると、6.2 ということで、まあちょっと前までね 6.4 とか 6.5 ぐらい言ってたんで、まあ地合いが悪いとはいえね結構下げてきたなという感じはありますが、まあ一応今日、IR が出ているので見ていきたいと思います。最新 IR 情報のところはですね1月28日で更新されているんですが、まあここですね、当社子会社による中古遊戯台関連設備の、まあ、販売のお知らせなんですが、まあ全く新しい情報とかではないので、まあ、大事なのはここかなと、今後の見通しということで、本件取引に伴う、連結の売上高は取引開始から約2ヶ月にわたって、販売金額総額から取得金額を差し引いた純額が毎月2分の1ずつ計上されるということで、まあ業績予想ですね、通期業績予想については、まあ、現在精査中であるため、まあ、開示が可能となった時点で速やかに公表しますということなんですが、まあ PTS の反応を見て分かる通りですね、まあ、別に悪いことではないんですけど、やっぱり期待しているのはね、その東京機械とのことだったりとか、もっと大きなものというかね、なのでまあ実際株価に与える影響もまあ限定的かなということなんですが、まあ注目しているアジア開発からの IR だったので、ちょっと紹介しました。で3つ目、今日最後になります。で田中科学研究所がまあ決算を出しているんですが、PTS がまあ暴落というかストップ安まで落ちているということで、まあ以前からねちょくちょくこのチャートは見ていて非常に強いチャートだと思ってたんですよね。この800、超えたあたりからまあ2倍、まあ、3倍ですよね。800から2000、3倍近く上げて、でまあ平均線の上で推移してですね非常に強い上昇チャートでまあ決算を迎えたわけなんですが、まあ一応決算自体は黒字だったりとかねあるんですが、まあそれまでに期待していたものとはほど遠かったとか、まあ数字的にね PR とかが割高になっているという面で、まあ大きく売られてます。で、PTS を見るとですね、まあマイナス500、1702で、ストップ安ということで、まあ、出来高3万ありますが、また売りも3万以上あるということで、まあこのままいくと月曜日ストップ安なのかなという感じですが、まあそんなに出来高とか売りが多くないんで、まあより可能性もありますが、まあちょっと IR の内容を見ていきたいと思います。田中科学研究所がですね、1月28日に決算発表と、22年、3月期第3四半期累計の経常損益は5億4500万円の黒字に浮上し、通期計画の7億3000万円に対する進捗率は 74.7% となったということで、まあ、これだけ見たらそのストップ安になるほどなのかなっていう感じもするんですが、まあそれまでに大きく上げすぎていたっていうことと、まあそれだけ期待があったってことでしょうね。直近3ヶ月の実績である経常損益は4200万円の赤字に、赤字幅が縮小ということで、まあここにもね今回のあって、まあ、黒字転換とかあるんですが、まあ確かにこう短期間で3倍上がっているほどのまあ期待値でもなかったのかなということで、まあ、PER が今110倍
で時価総額が716億円ということで、まあ、信用倍率もね1200倍ということで、まあ、ちょっと、信用買いとかねいろいろ期待で膨らみすぎたかなと。また地合いが悪いんで、まあ、最近、グロース投資からバリュー投資になったという面では、まあ、トレンドに乗れなかったというところがあるかもしれません。今回は以上になります。右上のところに自分がやっているブログのリンク貼ってあります。スマホの方は、下のですね概要欄から、ブログ行けるようになっています。よかったらチャンネル登録していただいて、また、別の動画もチェックしていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。